藤永さん、このワンちゃんはアンディです。あ、アンディくん、はい、アンディくんです。フレンドリーじゃないですか、すごくすごいフレンドリーねよし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 、ね、よし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 、すごいですね。よっしゃー、わー、ムツゴロウおじさんがいたすごいですね、この何、人懐っこさというか、人にも犬にも結構フレンドリーですね。え、熊で捕獲されたんですか。そうなんだ、捨てられとったんかな。ねえ、遊ぼうって言い出した本当だ。おおおおおお、はい、お、はい、お、はい、ほどほどよ、ほどほどよ、ね、あ、嬉しい、嬉しいね、嬉しいんだ、うん、遊びたいけど、なかなかね。こっちがアンディくんで、はい、こっちがマミです。マミちゃん。はい。マミちゃん。ベテランです。へえ。もう4年、あ、5歳なので、はあ、ほぼ5年ぐらいここに来てます。綺麗ですね。しかし、触ってください。触ってもいいんですか？ビロードのような。本当に。飼い主さん、待ってます。マミちゃん。よしよし、いいですか？柔らかい、この手で私の股にすごい、あ、甘えん坊です。甘えん坊ちゃん、あら、注意します。あ、本当にアップすぎてアップすぎて、あー、すごい、うわ、もうね、アップすぎて画面に収まりませんけど、あ、どうしよう、あ、取れた、この子は飼い主さん募集中。募集中です。あら、どんな人がいいんですかね。そうですね、ちょっとパワーもあるので。尻尾だけでもブルンブルンですね。そう、元気な飼い主さん。元気な飼い主さん。はい、へえ。一緒に遊んでくれる飼い主さんがいる。なるほど、一緒に体力勝負の。うん、そうですね。お散歩は毎日どれくらいしたらいいでしょう。くらいですね。3分？30分。30分？30分かける2回？そうですね。割と。してもらうといいかな。はあ。毎日はね、難しいかもしれんですけど、はい、それを目指してほしいです。なるほど、なるほど。うん、他何か特徴とか特技とか趣味とかありますか、マミちゃん。趣味は食べることですもうおやつを誰かが持つとロックオンされて、はあ、もうおやつ何が好きだろう。何でも食べます。何でも いたずらもちょっとするんですけど、いたずら、この子といると笑っちゃいますっていう感じ。癒し系ですよね。笑っちゃうのね。もう顔がこの子笑ってますもんだってでもなかなかね、ちょっとにぎやかなところもあるんで、はい、里親さんにつながってなくって。ああ、そうなんです。もうあの募集歴4年半、5年、もう5年が5年ですね。多分本当の飼い主さんを待ちに待ってるんでしょうね。で、9人兄弟の最後の子なんで。9人兄弟、はい、残り物に服があり、本当ですよ、ぜひ、はい、かわいいな。今何歳ぐらいですかね。今5歳です。今5歳、じゃああと子犬の時から来てます。なるほど、うん、10年以上は生きる感じですもんね。いますね。で、夏とかは海に遊びに行ったり楽しいかもですね。海は、あ、海も入ったことあるか。川とか池とかは入って泳いでます。泳げるんですね。泳ぎ方は自分で。犬かき、はいそうですか、ぜひご希望の方、はい、マミちゃん、ぜひ会いに来てください。ね、会いに来てね、はい、会ってぜひお散歩とかも、うん、ちょっとやっぱり引きとかもあるので、はい、それも実感してもらって、うん、あのこの子がいいなと思ってもらったらと思います。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。
コワンを応援しています。ネコワン、ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。ネコワン。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。ワンちゃんおいで。あ、岡野さん。あ、そうです、はい、アンディちゃん保護されてる。そうですね、はい、あ、そうなんですね。この子は何歳ぐらいですか？1歳から2歳ぐらい。まだお若いんですね、はい、なんかすごい手が大きいと思いました。そうなんですよ、顔も大きいんですね。顔とお手手が大きいんですね、はい、性格はどうですか？すっごい人が大好きで、はい、甘えん坊、はい、ですね、ね、大好きなんね。どういう出会いだったんですか、このアンディちゃんは？この子は熊高原町の、なんだろうな、イノシシとかの箱罠の中にかかってて、はあ、で食べるものがないから、はい、中の米ぬか食べてたんですよ。それでお肌が綺麗ツヤ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 ですよね。でそれで、はい、あの捕獲されてたので、はい、はい、取りに行きましたね。そうですか、はい、最初に岡野家に来た時はどんな感じだったんですか？あ、もう別の方が扱ってたんですけども、 そうなんですね、そこでも全く変わりのなく、もうどこ触っても大丈夫、全然大丈夫。来た時からこんな感じですね。ちなみに、私が触っても大丈夫？あ、人が大好きすぎます。人が好きすぎて、あ、全然平気ですね。あ、大丈夫ですか？あ、全然平気。あ、こんにちは。全然大好き。あらららあらら、こんにちは。いいの？いいよ。すいませんね。すいませんね。いい味がするね。本当？美味しいね。美味しい。ありがとう。なるほど。私からこんな感じです。だから誰が触っても、なんだろう、大丈夫？へー。だから同じだよね、あんちゃんね。そうなんだ。え、何歳ぐらいだとおっしゃいましたっけ？ですね、2歳ぐらいかな。2歳ぐらい。3歳には行ってない。まだまだ本当に若い。若い。なんでわかるんですか？歯が綺麗。芸能人並みに。そうそう、芸能人とあんちゃんは歯が綺麗ね。だから歯触っても怒んない。そんな子は珍しいですよ。珍しいですね、嫌がらないね。ね、どういう環境の方がおすすめですか、アンディちゃんは？そうですね、もうとにかく人が好きなので、はい、だからお家に長くいらっしゃる方で、アンディとの時間をちょっと長めに取っていただく方、はい、あとは、はい、すごい遊びが好きなので、そういうところに。あ、どんな遊びが好きですか？ボール追っかけたりとか、あとはラブ、性格はラブラドールみたいな、なんだろう、なんて言うんですかね、棒を投げて、棒をね、自分で拾ってくるんだよね。遊んで見せびらかしたりとか。とにかく遊ぶのが大好き。人と賢いんですね。賢いね、あんちゃんね。賢いんだ、あんちゃん。なのでそういう。なんでおばちゃんの方向いてくれないの？舐めたくせにさっき。大丈夫だよ。ねえ。なのでちょっと活動的な方がいいかなと。なるほど。でもちょっと人は大好きなんだよね。アンディちゃんを飼うと、はい、こんな特典があるよってのあります？毎日一緒にいらっしゃってみて、うね、こういうとこがいいよっていう。こういうとこが、なんかね、一緒に寝れるよと。一緒にね、そう、一緒に、もうとにかく人が大好きなので、はい、なんだろう、もうね、うん、常に明るく生活ができるかなっていう。明るくていいですね。はいはい、そんな感じかな。どんなご家庭が合うでしょうね。もう子供さんが、でもあまりちょっとちっちゃなお子様はあれなんですけども、子供さんがいらっしゃるご家庭でも全く小学生ぐらいなら、そうですね、小学生高学年ぐらいかな。力が強いので、はい、ちょっと飛ぶと、はい、あの倒されないっていう。でもあの、なんだろうな、攻撃性はないので。あ、そうですか、はい、ね。特技は何かありますか？特技はあんちゃん何？人が好きなので。人が好きはもう10回ぐらい聞きましたけど。そうそう、ね、なんか待てとかも大丈夫なの？あの一応できますね。 お散歩行く前とご飯食べる前はお座りできるね、待てもできるね。
賢いね。賢いね。だから人が絶対関わってた子だと思いますね。なるほどね。常にハッピーでいられる感じですね。不妊去勢は済んでるんですか？あ、まだなので、そうですか。ちょっと予約が私が取れなくて、あ、そうですね、はい、もうちょっとしたらします。うんうん、6月です。なるほど。はい。でも男の子でした。女の子？男の子です。男の子。はい。でも不妊去勢は大事なので。大事ね。はい。だからあんちゃんするにね。でその時にマイクロチップもまだ入ってないので、なるほど。はい。一緒に出ます。はい、わかりました。ね、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。を持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。